今回潜入したのは仙台駅のペデストリアンデッキから直結、仙台駅前 e-beans。 アニメやホビー、パソコン製品などの専門店から。お待たせいたしました、クアベビピンクシュガーです。若い女性を中心に大ブームになっている韓国発祥のスイーツ店など、流行発信地仙台駅前 e-beans。 人気の秘密を裏側から潜入取材。いらっしゃいませ。今日はよろしくお願いいたします。案内されたのは関係者以外立ち入り禁止のバックヤード。エレベーターで事務所のあるフロアへ。撮影が許されたのは今年春に向け準備中のある企画の会議。じゃあ今日は、森の仲間たちの復刻商品のちょっとミーティングを始めたいと思います。よろしくお願いします。話し合われていたのは1980年代に人気を博したオリジナルキャラクター森の仲間たちの復刻。イベントで人気のあったキャラクターを現代風にアレンジし商品化を行うという企画です。なんで今、はい、この古いキャラクターの復刻商品90周年でこのエンドーチェーンのロゴを復刻したT シャツとかを商品化して、ですごいそのこっちが想像してるよりも思ったよりもたくさんこう評判、ご好評で、2018年に販売された T シャツは懐かしのロゴが注目され、当初発注分は発売当日に完売。そして続いて発表されたジャス、あえて古いデザインが受け、こちらも大ヒット。ヒット商品を次々と送り出す e-beans。 その仕掛け人とも言うべき人物が館長代理の丸山治さんなんです。プラスチックのやつだったらできそうなので、プラスチックのちょっとぜひ作ってみたいな。あとなんかスマホに関連するようなものになんかないかね。簡単なのストラップみたいなもの。はいはいはい。次々登場する企画も愛される秘密の仙台駅前 e-beans。 その母体は最盛期に41店のスーパーマーケットを展開していたエンドーチェーンなんです。今から90年以上前、現在の大崎市鹿島台で小さな個人商店として創業。1962年には仙台市内に東北初のスーパーマーケットとして宮町店をオープン。なんとオープン初日には18万人もの客が訪れたそう。この成功を受けて仙台市中心部の旗艦店としてオープンしたのが仙台駅前店、現在の e-beans だったのです。当時まだ今ほどのにぎわいがなかった仙台駅前、その店舗に人を呼び込む仕掛けが森の仲間たちをはじめとしたさまざまなエンターテインメントでした。客を楽しませる店作り、それこそがエンドーチェーンの原点でもあったのです。創業時からずっと大切にしていることは、お客様のしてほしいことを考えてお客様を第一にということがモットーでずっと今までおります。商売というものは常にこう時代の流れにこう合わせてその時々にチャレンジしていって挑んでいくということが大事だというふうに考えております。ペデストリアンデッキの完成や東北新幹線の開業など、仙台駅前店の開店以来、人の流れの変化に合わせてエンドーチェーンも進化。1997年には e-beans が誕生、流行の発信地としての地位を確立しました。
2000年には当時流行中だった渋谷系ファッションの取り扱いに注力。人気ブランドを次々に誘致。さらに震災後の改装ではアニメや漫画などの聖地へ。常に時代の流れを敏感に読み取りながら多くの客を魅了する場所へと進化を続けてきました。若者たちの支持を集めながらも古くからのファンにも愛される姿を目指す eBeans。 その思いは昔の思い出に刺さる感じのものを作りたいです。そのまま多分昭和レトロが今流行りだしてるから、ね、エモいっていう言葉でいいかもね、なると思うんで、はい、その昔懐かしい世代の方々にちょっといいなって思ってもらう感じがいいですよね。これから目指すこととは。創業時からのお客様を第一にということをとにかく常に大切に考えて、地元の宮城県の企業、一企業としてこれからもこう来てくださるお客様にたくさんの思い出作りができるような施設にしていきたいなと思っております。